この授業は木地町でハーモニーランドを運営するサンリオエンターテイメントと APU が共同で開催したものです。 APU の学生のほか、サンリオエンターテイメントの小牧彩社長をはじめとした企業や自治体関係者などおよそ270人が参加して行われました。的な進め方なんですけれども、今日はたくさん人数がいらっしゃる。東京にやっぱり集中しちゃうっていうのは仕方ないことでもありながら、やっぱり地方に目を向けるっていうのもこれからにも大事になってくるのかな。参加者たちは私たちの望む未来をテーマに真剣に議論していました。 APU の担当者は、社会人と活発に議論できて学生にとっても非常にいい機会だったと話しています。